いいかな。お、小池くんお疲れっす。今第一戦目が始まる感じですね。さて先鋒戦出てくるのが、SP 側、紙幣シャル、対するはファミリーゼ。今日はね、お、和ごとどうもです。こんにちは、ロンドンから。んこれいつのコメントや。まあとりあえず、まあとりあえずイギリス土産がうまい。なんか今日イギリス勢がお土産持ってきてくれたらしいっす。ごちそうさまです。世界のファミリーゼ強そう。おっと空中投げから画面端にご招待、人形出てるぞ。駒投げでレバー反転している。おっと崩されて叩きつけて、ずるいぞというやつが聞こえるか。またエリアル入れて調子締めて、さあどっち。おっと爆捨てゲッサーだったが、なんか人形突っ込んでて死んでしまった。容赦なくはめていくスタイル、はめるってそういうやつ。さて2ラウンド目、ジャンシー炸裂、人形出してゴーゴーロンドン。おっと壊れろ壊れろから人形が待機しているが、しっかりガード。おっとゴイで空中ガープねじ込んでからなんかもちゃもちゃして、おっとまたゴブに戻っとっとっと、チョーパンがサヨンイからもちゃもちゃして、ファーストザチパンが貫く。勝ったのはハミリーゼ。おっとコメントでチャンピオンハミっていうコメント来てますね。いややるわ。さてさて大将戦出てくるのが HP 側白熊コノハ対温空キャシー。え、お菓子選んでいいの。俺も選びたい。え、これもらっていいんす。ごちそうさまです。とかもちゃもちゃやってる間にアルカナの決定まで済んでいる。さて1ラウンド目始まっている。シュッシュッシュッ。おっと手裏剣ガードさせてからジャンビー刺さって、おっと受け身取ってしまってから水菜でポカポカ殴って、しっかり締めて、この男はここからエクリプスで落ち攻めをする。しっかり削って、おっと堀さんは空振ってしまうが、6B 単発ヒット。おっとジャンシーで返されて、ジャンビーからキャッシーがしっかりイエポンチポンうまく、どうすんの。おっと何もない。おっとジャンビー炸裂と、それが伸びない。反対側の画面ご招待からなんかもちゃもちゃして、おっとつびを当たっている。おっとおっと画面の位置、位置入れ替わって、おっと超ラリー当たってる。これからの勝負だ。さてさてまだわからないぞ。ゲージ状況はこの葉川有利か。おっと一度締めて、おっと EF キャンセルから詰めていくがガードされてる。おっと空中で崩して、おっと、おっと殴りたいところをラリアットの間で耐えていた。おっとミサイル巻いて当たんなくて、おっとうまく触りに行きたいがこの葉川は崩していきたいが、おっと護衛から刺さって、木の葉たまらずバースト。おっとジャンビー刺さって、ホリソン受け身は取らない、いい判断。おっとブラスト読まれていた。しっかりコンボ完走してホリソンで受け身刈り込みのイズナ。おっと消費ぶっぱするが、おっと空中投げ、これ分からんぞ。おっと受け身間に合った。おっとなんとか触っていきたい。おっとここでラリアット当たってる。おっとポカポカ補正切ってる。なんなんだこの人は。はい、おっとやり込み、おっとやり込み足りなかった。さて最終ラウンド
この羽川バーストはもうすぐ回復するか。ホリソン復帰してしまう。絆が誘ってそこからまたもちゃもちゃして、おっと惜しい単発ヒット、つながんない。おっとラリットで返して、ここから護衛からコンボ入って、絆おっとエクリプスで削っていく。たまらずキャサリンバーストするが、おっとジャンシー単発ヒット、おベルガーからバースト入って、おっとジャンビー刺さって勝ったのが、シロクマコノハ。というわけで、勝ったのが4番か。おい、おい。あ、すいません、呼び出します。ハイエルザレイゼニアチーム対トナカイゼニア2日目東に、W の 22A ドロシー。ちなみに トナカイは俺です。ドロシーだからこれは、近藤さんだね。はい、じゃあ、じゃんけんしたら席ついちゃってください。これは近藤さん2日目東 W 東に W22A。 え、何これは筑波さんの書いた本が存在するわけですよ。はい、ぜひ買いに行ってください。なんかいろいろ、まあそれは当日行ってのお楽しみということでね、ぜひ。そう、なんかあるらしいんで、今日参加した人はぜひ2日目、買いに行きましょうと、いうところで、先方戦30日仕事の人はお疲れ様ですと。さあ、秋ぐらいから金ネタに来るようになってくださったハイさんのエルザと、さあ今回は顎を選んでますね。最初はいつも通りのヒゼニア。さあベルガーをね、ダッキングで抜けるのよくないですね。さあ固めて、さあこの後の旋回は前掛けのやっ、これはさあ抜けてくる、やめてください。さあしっかり追撃していいダメージを持っていく。さあ毛長刺さり、たまらずバースト。さあこれはさあここ怖い。さあ5C、今度はベルガーが当たり、さあどうする。さあバックステリー、おっとこれ高さが高かった。さあ下段が刺さり、これは死んだでしょう。さあいい感じの殴り合いが続いております。5C 多分 4C が負けたか。さあいいダメージ持って、あーっとこう投げていく。さあ2コンボでこのダメージ、さあ死んでしまう。さあいい方で、これは死んだでしょう。ものの12秒、いや暴力を見せつけてくれました。勝ったのは、トナカイゼニア。そういろいろお菓子をいただいてるんですけど、まず1人1個、いただけるこのチョコレート、めちゃくちゃうまいです。マジでまだもらってない人どうぞ持ってってください。めちゃくちゃうまいですこれ。さあ他にもね、なんかいろいろあるんで、あの持ってっちゃっていいということですので、本当にありがとうございますと。さあ大将戦やっていきましょう。それはない紅茶の茶葉かな、茶葉。そうやっぱね、アニメで得た知識でしかないんですが、まあ、紅茶がうまいということで有名なイギリス、本当に紅茶うまかったです。お土産でもいろいろ買ってきたんですけどね、いやマジでうまいんで、大体なんか、あのお砂糖入れないでなんかチョコと一緒に食べるだけでもすごい美味しいんじゃないでしょうかというところで、2日目東に W22A ドロシー、今日はドロシーですね。やっと入校も終わり、一息ついたというところでしょうか。さあこの行動がね、この行動が強い。しかしコンボは完走できず、
っしゃ突き抜けてくる。弱い。さあ固めて、これは美味しい。リニアローク。さあドロシー拾いづらい。さあ2C なんか出てる。さあ固めて。さあこれはさあこれですよねと。さあいつかまああれが来るとすぐそれ。はいこれはうまい。さあしっかり拾い直しやって。ワンツーいい、しっかり拾い直しできてますね、さすがです。さあ氷ドロシーっていうのも珍しいですね。さあ、ね、さあこの 2C ジャン C がつながるんです。いやーほんとね、もうすぐそれですよ。さあこの固めさあレイさん笑うしかない。さあこれはさあこれはうまく 4D でかわす。これは運が悪かった。さあ 5C 総裁対空で取った後痛いダメージ、しかしコンボができない。トロシーさあこの愛されボディ、さあスカシゲダン、はいはいお疲れ様でした、ガッツポーズ。いやーちょっとこれ良くないですね。今日カズパチさんがいないから、やったトロシーいないじゃんと思ったらいました。はいというところで次はどこだ、ここか、2号さん天波さんと、ドバさんと2日目東に W21A キラ様、はいこれも、2日目買いに行くと素敵なものが買うことができますよというところで、じゃんけんの方お願いします。はいはい、確かに、はい、先方決まったら座っちゃってください。入ってるね。ありがとうございます。はい、2号 VS DOBA アンジェ。さあ、まあいつものやつですね、これは。さあ、この2人散々やってることでしょう。さあ、投げていく EF コーンを決めて 2C で締める、ふわりイクリプス。さあ、どうする、これって裏回りどうなんだろう、ちゃんとできるのかな。さあ、カウンターヒット、変な当たり方する。お題をする見ながら食らってしまう、コンボはつながらない。さあ総裁変な軌道、これはなんかすごかった。はいバスト、さあこれはアイビームが当たってしまう。さあ 5C いい、多分これ 5C に E を植え込んだから 5C が空中で操作したから出ちゃったんでしょう。さあこれはガードして、さあ弾くことはできない。さあこれはうまく透かしたところに、さあカウンターヒット、さあ 5B いやらしい 5B。 さあ残り時間も少ない、ジャンビーが刺さる、カメラ刺して投げる。さあこれは分かんないぞ、バーストはこれは、いや微妙なところだな、これ、あーこれは2号さん作詞2号やりきりました。さあいいとこでね、今溜まってましたね。さあコンボができない、ガードして2位はジャンエで潰していく。さあ 5B に対してしっかり裏回りができている、操作して、さあでもこれはこの後つながらない、固めて、さあなんか上粉が出てる。さあもう一回、でもこれはこの後何もつながらない。ジャンエが当たってつなげやすかる。さあ弾が来てるぞ、さあ操作してしっかり避けていく、投げうまい、これはいい投げ。さあやっぱ赤いか、
あの高さね、アンジェすごい。超ヒー以外繋がんないのかな。さあフリップで降りてきて、さあ ここはまたさっきと同じ、これはどうだ。おーっと、これホーミングあったから、でもいや今の食らってたかな。さあ最終ラウンド、うまい当たり方するガッツながらず、さあ逃げる、さあ反射して、さあ果たして足で固めていく、うまい。さあ2号さんもなフリップコーンを使うようになったんだよ。しかし落としてしまう。3123としっかりダメージ取っていく、固めて、さあこれはジャンビーが当たる、はいはいはい、と危ない、投げていく、これは拾えるでしょう。さあ体力もほぼ同じ状況、さあ 5B、 かかとの硬直力 5B が刺さる、おっとこのジャンビーで反射することはできず、投げていく、さあこれはどうだ、殺しきれそうだぞ、はい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 、おっとミスる、投げが助かる、まだ分かんないぞ、さあカウンターヒット危ない、さあこれは分かんないな、分かんないよ、分かんない、なんかすげえ連打してる、おーっとまだ残る、さあ残り10秒許されてる、さあどうする、投げ、この投げですよ、勝ったのはドバンジェ。さあすごいね、白熱した試合を見せてくれました。さあ大将戦2日目東に W21A キラ様というならまあゼノさんですねと、天波さんの、ゼニアと、いや3ラウンドともすごい、まあ、競った戦いでかなり見応えありましたね。さあ決定戦、ジャンシーが刺さり、さあこの天波ゼニアもね初心者交流会を開いて開催していたりとかでどん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 実力もめきめき伸びてきているイメージありますが、対するゼノさんは土の暴力、さあこれはちょっとやっとかないと結構このキラ様は面倒くさいところがある。さあ当たってここまで来ず、総裁うーんこれがねあるからね気をつけていきたいところ、さあこれは分かんない、さあいやー投げていく、さあ開幕ということ、あっとこれが先週はね、まあ、忘年会が多かったっていうのもあってね、まあ、それでもまあ結構いたんですけどね人数は。さあとかなんとか言ってる天波さんが攻め切っている、あーこれ手出してしまうとこうなるんです。ゼノさんいつも回してます。さあ 5B が当たる、ドーンで西ドーン、金名刺を出して、さあどうする、さあこれね本当ねいい技ですよ、大好きですこの技あったいいぞ、さあこれはこのスキルでしょうか、あったミスってしまう、さあこれは頑張れ、うおーダメだこれはダメだ、それはやっちゃいけないんだ、地上で総裁した後こすってはダメなんですよと。勝ったのは、2日目東 W21A キラー様おめでとうございます。はい次の試合、エンジェルとミスター E のチーム、そこチームはいではやっていきましょう、スタートボタンを押してください。さあ今日は全部で4人、5人の、海外勢の方が、来ておりまして、まず1人目、ミスター E フラリーチェ、対するは、イロハスミカン E0 ってキャラ変えたんですかね、さあイギリスにも確かねリーゼ使いいたと思うんで、リーゼ戦はどうだろう、やってるのかな、あらあらな
さあ先鋒戦やっていきましょう。開幕4、ジャン4試合、ジャン1試さあこれはブレッツ、めくってコンバつながらないジャン C。 さあこれは人形がいるか気をつけてもらいたいところ。さあさあこのジャン C が強い。さあジャン C が強い。さあ投げていく。さあちょっとまだ動きが硬いイメージがありますが、第2ラウンドこれはめくっていく。イエスと、はい当たる、イエーイイエーイさあノリ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 海外勢さあ変なところでボイゲンが当たる。さあしてなぜかノーさあいいリアクションありがとうございます。さあこれはおいやこれは死んでしまう。勝ったのはイロハスミカ、イエーイ。いやなんかかつてない盛り上がりを見せております。はい、では、対象戦、やってみましょう。新規勢というよりはですね、海外から来ている人がいるというのと、あとは今までやってた人はちょっと名前変えてるっていうのも今日は多いですね。さあ対象戦エンジェル頑張ってもらいたいところ。いや今日はなかなか楽しいですね。22人エントリーも多いですね。さあ闇あかねノー、ここも見せてしまう、ここも見せてしまう。さあ今日多いですよね本当にね。さあ 4C 4C ですね、 4C 4C でイクリプス。さあこれはゲミットは取らず、さあどうする、ガードして 4D。さあ 4D が噛み合っただけでこの大騒ぎ素晴らしい。設置してさあ突っ込んでいく。さあ自殺願望でもあるのかこの男。さあめくって気味に当たって、ちょっとこれは今ブーメランが当たったから補正が怪しかった。さあ出ていく言霊はマックス。何あれ涼しそう、涼しそうと思って突っ込んだら吹っ飛んでった。さあこれ変な当たり方したが今ノーめっちゃ盛り上がってるけど。さあ言霊も無駄に消費さあさあ何やら盛り上がってますが、さあ使ってしまう。さあ使ってもフォローが効く。さあ感じ悪いやって、さあこれ怪しいぞ。まだこれ残るか。おーオーマイゴーやってしまった。勝ったのは光栄あかね。慈悲がない脳慈悲ってやつですね。さあ次の試合やっていきましょう。あ、うちか。はい、実況変わりました。はい、さて次出てくるのが、芝釣りカムイ犬番長フィオナ、対するは白熊コノハハミリーゼ。あれ、この芝釣り犬番長チームってどっかで見たことない、どっかで見たことない。いやー何だったかな。はい、と言いつつも第1名終わって、そうそうエクサムカップね出てました。この2人まさかここでエクサムカップのチームが出てくるとは。おっと
メルヘンの国からこじこじも応援しに来ている。さて先方戦に出てくるのが HP 側犬番長、対するはハミリューゼ。お互いに土さて土対土の争いどうなる。おっとアーマーで耐えて、おっと超土パも耐えてるけどアーマーでこれ痛いんじゃ。カウンターヒットで、おっとまだ傷はかかった、まだ傷は浅かったが、この状況、おっと捜査に寄ったりなんかして EM キャンセルしてフォローしてっていうやり取り多すぎないですかね。おっと駒投げ決まってちょっと辛いか。おっとさすがにこれ食らってしまう。おっとでいい尻がリーゼが画面端追い込んでラウンドを先取していくのはリーゼ。おっと2位から彼と超、おっとエクリプスエクスカリバーが、おっとラリアットで潰された。どうなん、おっと尻、いや本当こ、本当この子いい尻しとるわ。おっとイクリプスは空振って、おっと2位が刺さって、これが番長スタイル、力強い、とにかく力強い。おっと6人おっと足、おっとジャンシー巡り通っている、しっかり削ってラウンド取り返す。おっとエクスカリバー、おっと超ツスパン結構減る。おっとブラストでしっかり返してツスパン、ちょっと EF 効果で横の距離が足りなかったか。おっと超足、この男できるぞ。おっとお尻にスチパンヒット、これちょっと痛いか。調子からおっと追い打ちは成立がダメ、超スチパンで無理やりこじ開ける。おっとここでギー、この男本当に諦めない。調子こっから分かんないぞ、どっちだ。おっと表か今の、分からなくなってきた。ここでおっと超スチパンをしっかり受ける。おっと超足当たってるぞ、どっちどっちどっち。おっとラリアット刺さって、あーここで足が刺さる。勝ったのはハミリーゼ。私の邪魔をするかですね。いやーすごい戦いちゃった。ゲームオーバー。いやー大接戦でしたね。でしかもメルヘンの国から応援来てますからね。世界の土足。さてさて大将戦出てくるのが今回何で登録してんの、島釣り対白熊木の葉。スタンバイエンジェル。と開幕、カムイがコロミから、おっと影月の爪刺しに行ったが、お互い相打ちでカムイ側が突然動いてる。なんだこれ。とあっという間に体力相当リードしてるぞ。おっとなかなか徹底だが決まらないが、おっとここでコノハがターンを取る、ね、崩したい、なんとかして崩したい。おっとカムイブラスト、そうジャンビーコノハが差し込んで画面端に5招待イズナで締めてしっかりクリップで削る。となんとか触りたい。おっとここでコノハが崩すか、カムイバスト。おっと総裁戦を制したのはこの墓。おっとワンパン残ってしまう。ここでバースト、おっと
ここでコノハのジャンベイ刺さってバウンドを奪っていく。お互いバースト状況は近いもんだが回復速度が違うのでこれがどう出るかと掘り飛んで受け身は取らない。おっと影突き脱出よかと掘り飛ん、今回は受け身取れが水田が刺さる。これがあるからこのドットホーリーソング刺さって勝ったのが白クバコドッファーというわけで、勝ったのが白クバハミチーム。あーすいません呼び出します。うんうんうん、すいません英語読める人ちょっと頼みます。次の試合、フューレと蓮子さん、蓮子さん、はい、チームと、トナカイ、2日目東に W22、トモシ、チカブさん、はい、じゃあ、蓮子さん、蓮子さん、あ、いたいたいた、フューレ、これ、じゃあもうそのまま座っちゃってくださいな。じゃあ先方方向を決めてどっち先行く、プリッチファーストじゃんけんじゃんけん、じゃあじゃあ蓮子さんどうぞはい始めてください。ジェニアボール出撃する。おはいざ出陣。さあ相手が火を選んだのを見てから水のアルカナを選べ、対策になっているのかどうか。さあ、あーこれ痛い。はい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 と、凄まじい腰目はできなかったが凄まじいダメージを持っていく。さあ手裏剣がカウンター足。さあテイクで、さあ惜しい、なんか出てる。さあ2位よ、カウンターヒットするがドカーンそう差し込みうまいんですよ。さあ第2ラウンドしっかりガードしてか、ゴーおお 5B ダンピングに対して 5B カウンター。おっと白ミスる、珍しい。おっとコンボもつながらない 5B、 さすがにこれやりすぎた。さあ設置してくしくもいい感じの置き止めに出来上がった。しかしこれであるドカーンドカーンボカーン帰ったあーっと逃げ刺さり、あれどうだ残るか、残った、逃げて、いや危ないナイスガード、ゴーッと危ない危ない、いやー変なのが当たったお疲れお疲れと言われている蓮子さんが海外勢にお疲れと言われているいいな負けた相方に対してお疲れっていうのは新しいですね、素晴らしい。さあ大将戦やっていきましょう。砂漠の民、これフロストだろこれ会見のすごいフロストらしきコメントがあったが、さあ大将戦フューレーと、ね、どっちだったっけ、2日目東 W22 ドロシー。さあドロシーとの対戦経験はあるのか、無音とハバキで固めてコーフゴシーゴシーと、さあこれはコンボつながらない、護衛大工うまい、しっかりガード、うんいいガード。さあ固めてと、なんか当たってしまう、これはコンボにはいけない、なんかやってる、あーなんかそれそういう釣り行為、コーフ
さあまだ足元にあるが、どうこのジャンシーね、なぜか当たる。さあこれ危ないぞ、どうする、こいつこれあーなるほど、そういうあれね、考えられている、さすがですね。さあ開幕、さあその上で待ってる、こうなってしまう、ワンツーさあ、いやナイスガード、あーとめくってしまう、バストコーフコーフいいぞ、なんかすごいでくいコンボ、 2B で締め、 3B か 6B か、あとこもつながらない、さあしかし体力的に厳しいか、さあまた設置してこれはどっか行ってしまう、あったジャンシーコーフ、さあうまい置き方がうまい、このドロシー今までいないタイプ、おっとどうした、クルギピューレお疲れさあ勝ったのは、トナカイと、もうめんどくさいんでちくわぶさんですあすいません宣伝ですね、宣伝なので、あ大丈夫、はい、次の試合、うちか、あ違う、トゥーさんと、ウェンさんチームと、ドーバーと2日目東に W21A キラー、はい試合の方のお願いします、ウェンさん、あチーム、うんまだ大丈夫だね、はいじゃあそっちで、はいじゃあ先方後攻決めて OK、 はいじゃあメンさん先方で、さあじゃあやっちゃってください、さあ先方戦 1P 側が2日目東 W21A と対するがウェンさん、今日はドロシーで出てますねと、さあこの組み合わせ結構キラ側が辛そうな、やだとか言ってるけど、しかしまあワンチャンあるのもキラ様ですからね、さあ開幕回してるぞこれ、さあ設置してうまく固めてガード固い、さあこれね厳しいね、落としてしまう、つながってしまう、ああなるほどそんなルートが、うまっ、これはダメダメですよ、それダメですよ、これどうするいや逆に安かった、はい危ない、まあやらかしたそれは交通事故、さあこのまま押し切りたいところでは、あーっとーさあ今ウェンさんの心がボキッと折れた音がした、頑張れウェンさん、うまくせ、わあこれもダメだ、もうウェンさん折れ、ウェンさんが壊れちゃう、ウェンさんが折れちゃう、さあ腰、さあおおでかい、すごいかっこいいけどコンボができない、ジャンニー B がホッピングしたところで、さあ上さん粉々に砕け散りました、ひどいメウやめてメウあー掴んで投げる単純かつ最強の戦術だ、さあさてここまで振り返ってみて、トゥーフィオナ、これ海外勢で残ってるのはもうトゥーさんだけかなですね、ですね、なのでちょっとこれトゥーさん頑張ってもらいたい、対するはドーバーアンジェ、さあ頑張ってもらいたい、さあドバさんに対して空気読んでよという周りからの煽りがありますが、まあ、普通にやっていただいていいんじゃないでしょうか、さあシンプルキラーがいっぱいおるという中野にはいるらしいですね、トゥーさん、
これも海外勢ですね。そこも繋がらない。とこれは強引カウンターヒット。さあドバーンジェ、これは脳慈悲か、慈悲がないで脳慈悲ですよ。皆さん覚えて帰りましょう。さあベストエアする JP、 これもフロストかな。なんか当たった。慈悲はない、慈悲はないのか。さあ感じ悪い、感じ悪いよ。いい感じに感じ悪くなってきたよ。さあいいよ、はいはい、ヘブンズいいダメージ。さあうわこれ当たる、はいはいはい、はいよ、カウンター、うおっいいぞ、あっと惜しい。さあもう一回、さあこれ、これは今のはね、今のはね、当て身でも何でもよかったよ。あと、うん、つながらない。さあドバーンジェちょっとこれひよってるか、ひよってる可能性がある。ちょっと動きが、投げる、投げない、フォー、新しい。さあ腰単発。さあひよってると言いつつも体力5割持ってってる。カウンター、あーこれはジャンシーがめくって投げてヘブンズ。さあ表たまらずバースト、分かんないぞ。投げていく、ジャンイーだったかな今の。赤いよ、赤いよ、つながらない。さあどうする、投げ、カウンターヒット、これはいいダメージ持っていく。さあどうする、どうする、あー突撃が、さあそしてあー、おーこれは見せた、素晴らしい。あっトゥさんもう一回、もう一回対象戦、うん、さあこれ対、いやーこれはね、これはいい、いや盛り上がりましたね。いやもう暗転した瞬間会場が沸きましたね。いやいやいや、ドバさんナイスナイスナイス、やったぜーとね。これが慈悲、今のは慈悲だったのか。私のものだ。いやいいエクスカリバーを見れましたと。さあとは言っても決定戦がある。さあどうしていく、これは。さあおいいぞ、そうできればね、カウンターバースト。さあこのジャイアンバリア強い、ピオーナのジャイアンバリア強いよ。おいいぞ、しかしこれは追撃ができないが、しっかりガードして、およく見たらあれですね、魔になってますね。さあこのミルワールを使って、はいはい、さあどうする。さあなんかこの男、この男狙ってるぞ、狙ってるぞ。 5B、 はいはいはい、エコータやって、もう一回ミルワールして、さあコンボが長い、これ君は取っちゃダメだよね、うん、うわこれ 表か、今の表だね。ガーッとジャインが簡単、これは痛い、はい、繋がるか、繋がらない、危ない危ない、痛い、これは簡単ヒット。いやーこれヘビソ毒のダメージもあるからね。エコーターやって、ミルワールじゃなくって、さあこれは、さあ行きましょう、今週のじゃんけんポンが外れてしまった。さあ慈悲はなかったと。さあ負けたドバさんがなんかうだうだ言っておりますが、勝ったのは、ドバ2日目東に W21 へキラ様と。しかしまあいい試合見せてもらいましたというところで、次の試合、公園いろはすみかん、よくねえよつってるゼニアが一番、うん、一番じゃないけどよくないよね、あのキャラもね、知ってる知ってる。コノハも淀川かスライム、ハヤタ、いやそれちょっと無茶あるんじゃないかな。さてさて、初戦出てくるのがいろはすみかんリーゼ対ハミリーゼ。おっと同キャラ戦、アルカナ選択ももしかしてかぶっちゃかぶっちゃうか。土対土、完全にこれミラーマッチじゃん。
て正体触っていくのがハミリーゼ。ドリルが外れてと、イロハスミカンを画面端に追い詰めたいが、ぴょんぴょん飛んで超絶スパン。イロハスミカンの超絶スパンと、ハミリーゼのなんかパンチからイクリプス、あれダウンウェイしかな、まあもちゃもちゃ当たって、お互いに画面を右往左往やたらよく動く、こいつら固めにして相手の攻めを止めつつ、スチパン差し込んで、とにかく触りたい。ガードなんかもう E ボタンでいいかなっていう感じ。そのためにが、おっとおっと、人形対人形、おっとお互い人形死んでるか、これ。あっと、ファミリーズの斬新炸裂、ラウンドを奪っていく。画面内に4から、確かに。おっと、イロハスミカンの土板が刺さって、そんなに伸びない。おっと、ミカンの人形はどこ行った。おお、ちょっと、おっと、長足から土板に追いつけて、人形対人形が今熱い。あと人形死ぬか、生きてる。おっと、おっと、隙をミスだと思わせて勝っていた。おっと、しっかりあと一発入れたい。おっと、ジャンシー刺さって、さっきとは逆の構図になったか。最終ラウンド、さてハミリーズが横なんてから、おっと 6D を下段でしっかり崩す。おっと、今度はイロハスミカンが投げで画面8でご招待。ちょっと今度また横投げ、今度中央に振り込んで、人形をなんとか始末したい、というか始末されてるハミリーゼ、どうなる。おっと、超絶スパンから分からなくなってったが、おっとここで人形を格納。おっと、スパン、人形出せない状態に、これは辛いんじゃないか。おっと、ここでイロハスミカンがバスト。おっと、画面端に追い詰められるイロハスミカン、ここで同期、おっと 4D からコンコン。おっと、ここで突っ張んで追い返される。おっと、引っかき当たって、おっと、ジャンシーカウンター人が痛いか。最大ためにから超突っ張んで勝ったのはハミリーゼ、思わず胸を撫で下ろす。私の邪魔をするんです。おっと、土リーゼなんてやったことがない、使っといて何言ってんのこの人。まあ、人質に盛り上がったところで大将戦、公園茜対白熊木の葉。お、プロが犬臭いって言ってるぞ。コノハはダメだ。じゃあ茜はいいってことですね。茜はまあしょうがない、足綺麗だからしょうがない。いや、さすが音響さん、言うことが違うとか言ってる間に画面端にご招待されてるが、コノハがいつなで撫で返して画面端に逆に追い込む。いつなで締めてと、 EF はなかったから追撃はせず様子見か。しかし、しっかりまた画面端に追い込んでと、鼻投げ鼻投げ、つくる、昇竜でもちゃもちゃやって、取り勝てコン。おっと、ミスってしまう、そういう日もあるよね。おっと、イクリプスで無理やりねじ込む。おっと、これ間に合っちゃうんだ。アカネが1ラウンド取っていく。しかも今回よく見たら雷アカネや。おっと、スクラッチの空振りがなんか見逃されて、おっと、ドトン早ぶた蹴りからしっかりホリソン打ち見とんないで、イズナこれが待ってるからなかなか打ち身が取れない。おっと、勝手見てやり過ごすが、おっおお、何が起きてんだ。おっと、総裁戦を制したのはコノハ、ホリソンからイズナ、すごいなんかもう横移動が、と EF コンからしっかり締めて、
コノハがラウンド取り返す。最終ラウンド、おっとホーリーソング漏れたか、突っ砕けてぶつされてしまう。もう雷のエクリプスをぶっ放してガードされて、おっとゴビーが当たってコノハ止まらずバースト、と鼻なじで締めて落ち詰めて雷巻いて、おっと空中から崩されてしまって画面端を背負う。おっと、おお、なんかよくわかんないけどもちゃもちゃ食らって、おっと5周カウンターヒット、これ痛いな。おっとバーストなんとか間に合った。どちらもあとワンコン入れれば死ぬんじゃないか。おっとここで玉振り漏れる、こいつは痛い。勝ったのは白熊コノハということで、決勝進出が、白熊ハミチーム。はい、さて準決勝第2試合、呼び出しますトナカイゼニア、2日目東に W22A ドロシー対ドバアンジェ、2日目東に W21A キラスワ。ちょっと君たち名前長いよ。じゃん、せやな。はい、というわけでマイク変わりまして、対戦するのは、トナカイゼニアと、2日目東に W22A ドルシー、VS、ドバアンジェ と、2日目東に W21Aキラ様。さあ4人でございます。はい、声援ありがとうございますね。あんなあんな締まらない終わり方して、非常に申し訳ないなと思いつつ、そういえばなんか先週も金ネタ出れなかったんで、ね、そのせいもあって全然もうアカネが言うこと聞かない聞かない。いや、やっぱなんだかんだ週1でアルカナやってたのって大事だったんだなっていうのを今更ながら噛み締めております。もうさあ開幕と近距離、もうお互いなんか射程距離内でなんか抜きなみたいな感じの距離で絵を起こして、で最初ゼニアがリード取ってたけど西井周りに固めてるドバさん、体力差縮めてったがジャンピで刺さってイジナローク、もう一回さあ祈れ、あいない下ってる、そしてこれは死なない、赤い、しかも赤いぞこれ、あ、ミスってる、ちょっと今の拾いくだい、そして 2B を擦る、2B を擦る、さすがですよね、ゼニア。普通のキャラだったら近距離の総裁戦で 2B 擦るとかまずないんですけどね、ゼニアだったら大丈夫なんですね、さすがですわ。さあマーリン、マーリン、ジャシー、2B、西、マーリン、飛んだところを空投げだが拾えない、そしてバースト画面端から逃がしたくないが逃げられてイディナローク当てられて、これまずい、ヒロ様 EF、 とりあえずイクリプス、イディナはジャンビーが間に合った、これはそこそこダメージが取れそうだ、西陣へマーリン、マーリン、さあジャッジめくったがタッチビー遅くて、しかもなんかここもつながんないぞ、サメが出なかった、さあダッキング、これがカウンターヒット、イディナ一発、イディナまだ死なないか、生きている、ブレイクダウンして、今のはですね、ジャンビーが総裁せずに、アンジェだけに当たりました。いや、あの位置当たるのっておかしいの、ゼニア側ですから。いやー、基本的にアルカナのジャンプ攻撃で膝とか足とか使うキャラって大抵ケツの方まで判定あるんで、いやー、ほんとこの女いいケツしますねみたいなね。ほんとね、ゼニアといい、アカネといい、神様を見習ったらどうだっていう。さあ、ジャイが盛り上げ、面白い判定をして、当たり方をして、バクスに刺さってイクリプスで
残り3割さあどちらのサークルが生き残るのかさあさあ来週の売り上げがかかってそうなこの対決、さあこれは死んだでしょうこれが本当のサークルクラッシャーってさあ物理的に破壊していく、さあたまらずじゃバーストだがこれは受け身取っちゃった、投げてそこからスパンガードしてチャンインガードしてシャッフルシャッフル投げ無敵で避けた、無理やり避けたが引っかかってしまった、いいダメージ入ってそこからじゃんけん、さあ飛んで逃げてシーコって、うわーうざい、あーこれは死んでないワンちゃん、雷置いて、あーあーやられてしまった、というわけで、どっちが勝ったんだろう、このどっちがどっちだろう、あ、21A、はい、22A 対 21A の勝負は 21A さんが、はい、勝ちましたという、さあ、さあ、まあ、本当の対決は30日ということで、売り上げに関わるさあ、ここで、この無慈悲なゼニアによって 21A も叩き潰されてしまうのか、それとも 21A理不尽な火力に負けず生き残るのか、さあ神脈バーストを明かして若干有利を取っていく、ためいいガードさせてチードラ当ててガークラから目障りだ、はいはいはい、エリアでやって 2C からツパン要 1C2 へダメ打ち、たばれてしまった、これはカウンターしてるから痛いぞ、まだ死なないか、まだ来てる、さあドライバーを4ギーで受けて叩きつけ、ダメ打ち、投げ無敵が出る前にぶん回した、今のあの派生何出しました、何も入れてないあのごめんなさい、今実況であのコーラの投げ無敵使ったんじゃないかって言おうとしたんですけど、本人何も出さなかったみたいで忘れてください、ごめんなさい、あの僕が考えている以上に何も考えて、ドラジャイン当たって表でした、はい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 、よいしょ受け身狩り、さあさすがに擦りすぎたが、あと擦っているいい擦り、さあ上から素材、これはシードラで決まった、生き残った2日目東に W21A 生き残る、というわけで決勝戦まで参りましょうか、もう席も決まっちゃってるのかな、最終戦決勝戦となります、白熊コノハファミリーゼチーム VS、ドバーアンジュ、2日目東に W21A キラ様、というわけで決勝戦でございます、さあ1回戦ハミ VS ドア頑張ってってくださいね、今回ね相手海外勢の方じゃないんでね、別に慈悲とかいらないんで、もう全力でもうやっちゃってください、もう全力で叩き潰しちゃって結構なんで、もう別にさあドバさんが泣いているスチリーゼにはめられて泣いているが、うまい 4D をして、さすがに何度か戦ってるだけあって対策は多少はできる、さあイクリプスで人形を潰す、人形を潰すとリーゼを止める、さあ西だが人形は生きている、土足空学か、そこそこ、さあ突進で人形あと1機、突進0機、これはワンチャンある、叩きつけてマーリン、さあどうする、飛んで逃げてジャジめくってワンチャン生まれて、これはまだ死なないがイクリプス入れて、さあどうする、めくった、めくっている、
土壇場でやり返したドバさん。さあ第2ラウンド、さあお互いに空中を飛んで、さあリーゼが人形を射出、ここからが本当の勝負。どぶりこれやばいっす。いやあ、すいません、実況が途切れてしまいました。ちょっと衝撃的なつぶやきを見てしまったものです。ですね、試合の方は、ドバさんがなんか赤くなってガクラになって叩きつけられて、総裁を起こして吹っ飛ばされて赤いコンボから殺される。まあ、ご意志同梱なんかだと結構赤くなりがちなんでね。さあ、空投げ投げ、さあ、ジャミ引っかかるもホーミングのせいでちょっと遅れた。さあ、タッチしている、お互いに触ってはいるがコンボには至らない。スチパンガードしちゃった。エリアル叩きつけて土足、これはダウン中の無敵に刺さってガードモーションを取っていなかったためにラリアットに引っかかった感じですかね。もしかしてプップ打って、人形はこれは生きてますね、無傷です。お姉ちゃんが盾になる、あ、妹さんが盾になりました。さあ叩きつけて周り、全身めくい、スカシゲダンはさすがにちょっと遅かった。さあ要石スパン上手スパン、おお、これはどうだったの、無事でしたね、超スパンに突進しても。さあリーゼ側があと1手入れば勝ちという体力差。ドーン、お、スカッシュ突進、裏回ってバースト間に合う、斬新。さあお姉ちゃん、お姉ちゃん待ってた、知ってた知ってた。さあマーリンを使って粉をまいてるやつが1対1で勝負しろと何かわめいておりますが、ドバあれを使え、 あれだ、そうだ、いやあれ使わなかったからダメです、あれ使わないから勝てないです私のものだ。というわけでですね、決勝戦、大将戦、上井さんじゃねえと白熊さん対あーもう2日目、2日目の東の2の W21 の A です。はい、もうこの試合負けたらゼノさんに変えます。バンカー使って滝のぼり拾って絆落とし受け身取った。さあ総裁ができなくて、さあエリアルから叩きつけ、待てワンセット、早さぎり中断中断、これはうっとうしい。そして絆落としまだ死なない、イクリプスで固めてランドットまで削って、早手突き刺さってしまって、さあリーチをかけるは白熊この葉だが、開幕キラドラクフライングアルマゲドンバスター、さあ当たんない。さあアーマーで無理やり突き切って投げてエリアル、おっと何を、なんか竹森に引っかかる。さあ置き攻めをミスった感があるが、また体力差は十分、さすが土キラ体力はいっぱい。そしてこれは死ぬのかどうか、バスター生きてるからの、はいはい、逆分身決め打ち、どうせなんか置くんだろうと。総裁総裁何でもいいからあと1回触ればキラが勝てるが、中段からかく乱して対空投げ、さあいいところに触って、さあジャンエーが裏回ってしまった。さあいいタイミングで 2B を刺して絆まで決めて、カウンターヒットして、カウンター 2B 指導なのにあんまり減ってないように感じるのはさすがのツツキラって感じですけど、さあタコが使ったが、くらいだけなのに音声なしで、さあ、さあ、こっている、こっている、じわじわと体力差が広まって、イズナ、さあ、どうする、手裏剣、手裏剣、
ガードして、ガードして、ガードして、動けない、中断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 さあ 6D で逃げて、低い投げから置いて、これは死んだ。勝ったのは白熊さん。というわけで、本日の金メダル優勝は白熊さんとハミさんのチームです。おめでとうございます。おめでとうございます、というわけで残念でした。準優勝のゼロさん、なんかさっき僕が実況一瞬止まった時あったじゃないですか。なんかゼロさんのつぶやきがなんかちょっとねえ、なんか